どうも、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今日2月22日、6時19分の相場解説になります。まず、日足から見ているんですけども、上昇トレンドがはっきりとくっきりともう続いてますよね。で、レンジのレベルも、こちらの箱の中から、ついにこちらの箱の中に移動したような感じでございます。価格が今日中に135円達するんじゃないかなってとこまで来てますね。で、もともとはこういうふうにね、上昇して、下落して、そしてここでちょっとだけどもレンジみたいなね足踏みに入ってってことだったんですけども、まあまあ見立ての通り上昇トレンドに今乗ってるところだなっていうところですよね。はい、じゃあ4時間の方見てみますけども、4時間、ちょっと昨日難しかったのはこの黄色で囲ってるところなんですけども、このレンジオプションがいつまで続くか分かんない中で上昇トレンドも抱えていたところなんですよ。ですんでね、昨日はじっくり見ていられる方でしたら、張り付いて見ていられる方でしたら、このブレイクを捉えてね、さらにこの伸びってのも2段構えで、ゲットできたんじゃないかなと思いますけども、なかなかね、深夜でもありましたし、そういうわけにいかないですよね。ただ、前回のオリガルヒの動画でもお話してますけども、重要な学びってのがいくつかあったと思います。それは絶対に忘れないようにしてください。これからも出てきますんでね。あとは本当タイミングの問題なんですよ。たまたま自分が見られるときに、その動きに出会えてたかどうか、つまりは張り付く状況が増えれば増えるほど利益のポイントが増えるってことなんですよ。そうなってくると FX にかける時間を増やしても意味があるよねってことにやっとなってきます。はい、じゃあ次ですね、1時間軸ですけども、今130円の988です。今日中に135円に乗るんではないかなと思うと、今週135円に行くんじゃないかなってものがね、ついに達成するってことになります。で、こちらのフェーズってのは随分長いことね、この辺りからスタートしましたけども、ついにおさらばする時が来たかなっていうところです。ただ油断できないのはここで一旦下の方に落ちてますんで、ここがネックラインになります。今後の動き、今日のね値動きのポイントとしては135円をクリアするかどうかっていうのと、プラスここを超えることができるかってことですよね。135円の120を超えたら上昇トレンドが強く伸びると思って再度バイでエントリーしてもいいんじゃないかなと思いますけども、そうじゃない場合があります。ここで跳ね返る場合がありますよね。ここじゃなくてもここ以前に跳ね返って下の方に潜ってしまう場合があります。そういう時はこの130円の544を意識して、ここで跳ね返った時にバイでエントリーのもいいですよね。ここをまあ突き抜けたらね、また元の木阿弥になる可能性も出てきますけども、上昇トレンド中ですからね、これはもうないんじゃないですか。この黄色いところに戻ることってのは非常に可能性少ないと思いますよ。ということなんで、今日見ていくのはこちらの方です。このネックラインを超えるかどうかってところを見ていきましょうね。もし下の方に行くようでしたら、この130円の544、赤いラインでバウンドしてバイでエントリーすることを狙っていきます。じゃあまた午後になったら追加放送すると思いますんで、その時までごきげんよう。